は刑事告発されたことがわかりました。法人税法違反の疑いで告発されたのは、新宿区の光テックスと徳原光成社長です。光テックスは外壁に汚れがつきにくい塗装技術で売り上げを伸ばしていましたが、関係者によります